こっちが無限の体力を持つのに対し、あいつは圧倒的な破壊力を誇るがゆえに3つしか命を持たないらしい。あと一発ねじ込めば終わりということだ。さあここからが本番だ。皆さんこんにちは、カンタです。ベン&エイドの続きをやっていきたいと思います。エドが頑張ってベンを救う。さて次のステージはどんなところだったかな。これだね。おや、ステージみたいなところからなんか屋内に移り変わった感じになるのかな。さてさてどういったところになるのか。これはお、一番最初のさ、チュートリアルのステージと一緒じゃないかこれ。また新しいチュートリアルが何か始まるのかな。おっす、悪どい社長、必ずベンは助けてみせるからな。いや悪趣味だなこの写真の並べ方、俺はちょっと嫌だな。こっちも開く、開けるだけ開けとこうか。こっち横から行くかとりあえず。あ、なるほどなるほど、ぶち壊せると前提でね。あ、こっちは何、こっち何ただの行き止まりですか。腹立つなこの顔、この顔の腹立つこと。あ、一度開けたドアはもう閉めれないんだね。いやー、いやこの顔、顔顔顔顔顔顔っていうね。もうこっち行こう。ここも前転でぶち破っていけると。なるほどね。あえて足を切って、あえて足を切ったところからこうやって狭いところ行くと。バカかこれは、ゾンビならではのテクニックだな。いやこれをテクニックで呼んでいいものなのかどうか、自傷行為にも程があるだろうがよ。でここからさらに首を投げろということなのかな、このホワイトボードを見る限り。え、どこに投げつけんの首、どこ、ああれか。もうとことん体に鞭を打っていく感じだな。失敗だ、もう一回いけ。あーもうちょい下だったな。合体してこの辺かな、完璧だね。で転がっていってゴールになるのかな、これ。こっちかな。お、何、音楽なくなった。え、何、何があるの。あ、ベンだ、ベンがいるぞ、悪どい社長と一緒にいる。ちょっと待って、うわあの野郎絶対許さねえ。さあ続きをやっていきましょう。アンロックされたんでね、この非常に気味の悪いステージがね。うわ、巨大ピエロの人形って感じ。え、頭からスタートすんの。待って待って待って、リスポーン、リスポーン、あ、リスポーンできないんだけど。頭からスタートな、まずは体を探しなさいってか、この野郎。とりあえずドッグフードをゲットしておきますか。ゲットゲット。で進行方向は何、こっちでいいの、こっち。なんもなさそうなんだけど。ミニオン2016、舞台裏な感じだよなこっち側。一番端まで行ったけど何にもなかった。また延々とね転がってね、スタート地点まで帰りましょうか。はい、ようやくスタート地点まで来たよ。やっぱ巨大ピエロだなこれ。なんなんこいつ、恐ろしい。うわ、下なんか丸のこなってるし、完全に切断する気満々ですな。さあチェックポイントまで来たから、ここで体を組み立てて最高じゃないか。え、なんかジャンプした、あいつがさバーンってやったらさ衝撃でジャンプするっぽいね。押しつぶされそう、押しつぶされそうなんだけど。おい、マジで、え、これ何、攻略法が見えねえ、見えてこねえな。あれー、ちょっと待って、どうすればいいのこれ、どこ行けばいいの、そも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 どこ行けばいいんだこれ。ちょっと観察しよう。上の方だね、目標地点は。どうやって上に登っていくんだろうね。あの裏側かな。うん。向こうの方だね。あ、あ、やっちまった、やっちまった、やっちまった。あー、これはダメだな。さて、
よしよしよし、いいよ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 、逃げてる逃げてる、走ってけ走ってけ、オッケー逃げ切った。あ、向こうにドッグフードあるな。まあいい、今ねドッグフードよりもね生き延びることが先決なんだよ。間違いなくさ、これ上も叩いてくるよね、絶対絶対だよ。もうこれはここ血ついてるし、何かが、あ、危ねえ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 、何あれ、水平チョップ、逆水平みたいな、やっべってー、やっほー。あ、こんなところに、こんなところに、こんなところに来たぞ。おお、ここ大丈夫大丈夫か、よし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 、嘘でしょタイミング良すぎ、よしよし、二の鉄は不満、ピエロ貴様の思い通りには決してさせはせんぞ。よっとよっとよっと、でここから上に上がれるっぽいな。あっぶねえ、今シューってお掃除していったぞ上を。危ない危ない、貴様の思い通りなどなるものかよ、マジかそんな隙間から行っちゃうか。まずね、あそこまではね普通に行きましょう、普通に。よっと、慣れたもんよ、ほらほらほら、ここまで行ってからここでよっと、オッケーで、こうでしょ、こうこうこう、あぶれ、怖え、この微妙な隙間超怖いのな。でさ、ここ上登ったはいいけどさ、あーなるほど、あそこはクルリンパで壊していけばいいし、あ、向こうにあれがあるね、大砲、あの大砲でなんかできるんじゃないの、狙っていくべきか。ちょっと待って、これが通り過ぎた後、あ、嘘でしょ、危ねえ、けどまあいいや、とりあえずここを行って来たところタイミング、よし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 、あの大砲行こう、あの大砲に何かがあるかもしれん。よっと、来た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 、これでどうすんのこれ、ああれか、あのなんか歯車みたいになってるやつ、あそこにちょっと突っ込んでいこう、ゾンビアタック見せてやるよ、おらおら、よし来た来た、これダメージ与えたぞ、我が身をね呈して結構なダメージ与えたんじゃないか、かなりなんかアヘ顔を晒していたからなよしよしよし、同じ感じでいきましょう、一緒の大砲から行くんでいいのかな、一緒の大砲は一回しか使えないとか、そういう縛りがあると、同じルートは使えないんだけど。よっと、あ、なんか、スピードが上がった気がする。やべ、あー、危ねえ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 。やっぱなんかスピード上がってるな、これ。よっと。合わせていかなければいかんぞ、これ。よっと、危ねえ、危ねえ、危ねえ。いやー、見事だな。オッケー。あ、やっぱこれ一回しか使えないわ。マジかー、まあ。とりあえず、あれを取るか。よっと、これ取ったはいいが、戻ろう、戻ってこう、上の階だな、よっとよっと、おおマジかよこっからよっしょって来るから、これを避ける、よいしょ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 って言って来るから避ける、うわー、よっしゃー、やっと来た、もうほんとね、ここまで来るだけで結構な難易度だぞ、これ。まあ、これはさすがに外さないから、ほら!おーし、よしよし、やったぜ!で、おそらくピエロの右上のところ、これがね、あいつの体力ゲージなんだよね。こっちが無限の体力を持つのに対し、あいつは圧倒的な破壊力を誇るがゆえに3つしか命を持たないらしい。あと一発ねじ込めば終わりということだ。さあ、ここからが本番だ。本当の勝負というやつだ。ガチンコ勝負だ。やってやるぜ。ちょっと乱打しすぎじゃないでしょうか?床ドンしすぎですよ、あなた。そこをかいくぐっていけって言うんでしょうか?きっつ。これいけるか、これ。一気に難易度また上がったもんな。これ、よし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 、いけた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 。ここまではいけたぞ。ここまではいけた。次、相手の攻撃パターンを読まなければならない。とりあえずしゃがむか。とりあえずしゃがんで、しゃがんで、次の砲台はどれだ?あれだな。あの砲台だな。煙の出てない砲台に行けばおそらくいいんだと思われるんだが、いやー、しかしこれ難易度高えな。とりあえずね、上に行かないといけないので、よっと、しまった。いやー、マジで今の器用だな、あいつ器用に下の方まで来て叩き潰していったな。痛いな、動きが。ちょ、危ねえ危ねえ危ねえ、もう一回来る。よし。あ、ちょっと早、よし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 。よし、ここ。よし、オッケー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 。
って上に乗ると。ああおい、見たかピエロ、ゾンビの力を舐めるんじゃないよ。よいしょ、まずは上に行って、上に行って、上に行って、こうしてしゃがんどこ、とりあえずぴょん。あ、上まで来たね、上に来たね。これむずすぎねえか。先に向こう行っとくべきだったような気がするな。あ、でも端っこのところはこれ手届いてないぞ。これここはここ安全よっと、ここ安全でしょ多分。でも向こうは安全じゃないんだよな。一回一回行くのが安全かな、これ。こう行くでしょ、で向こうから来るのをジャンプで避けて飛んで、ああ早く起きろ早く起きろ早く起きろ早く早く早く、ああそっちじゃねえよバカ。いやー下まで落ちてきちまった。もう一回頑張ろう。おい勘弁してくれそのコンボ。いや、おお、あ、上まで行って、上まで行って。あー、無理だったか。さっきのでね、上まで行ってくれれば楽だったんだけどね。あー、そのまま調子。あー、コッパみじんになったか。上まで来たけど。上まで来たけど、コッパみじんになったらダメだな。奇跡のショートカットがね、できる可能性もあるよね、これ。いけ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 。よしよし、ナイス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 。あー、ダメだった。もうちょいでね、上まで行けてたのにね、今の。よし。で、ここは安全。ねえ。ここでジャンプしてから、ジャンプで避けて、ジャンプして、来るのを避けてから、ジャンプして、避けてから、ジャンプで、ここ多分当たらない。よし、オッケー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 。いいよ、いいよ、いいよ。いい感じ。ここまですごくいい感じだよ。っていうか、ジャンプであれ届くんかな？いけると信じたい。あいつが、行ってみ、オッケーいった、よし。いや、絶対に油断しちゃダメ。絶対に油断しちゃダメだよ。よし、来た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 。いや、お前をね、ようやく倒せるよ。ははは。後頭部を晒しよって、決めてみせる。ゾンビアタック、おらははやってやった、はははは。いやー、疲れた。倒したぞ。さあ、どうなるんだ、どうなる。ゆっくりと神戸を垂れて、我が足元にひざまずくがいい。ひざまずきはしないか。何？あ、向こう側がなんか開いたね。新しい入り口が増えたね。ってことで、来た！ベン！来たよ！イエーイ！目の前にやっぱり下がってくんだよな。どうしても助けさせてくれないんだよな。はい。というわけで、ちょっと短いかもしれないですが、本日のところはこの辺にて失礼したいと思います。ワンステージでね、約30分ぐらいかかっちゃいました。というわけで、よかったらまた見てね。バイバイ。次、何この恐ろしげな奴らが、うよよいるの。何？やめてほしいな、これ。おい。